そうですよね。やはり田代選手がね、復帰してゲームに入るからこそこう引き締まるようなね、そんな印象を受けますよね。遠藤です。左手決めました。いいですね。うん、まあ、先ほど平岡ヘッドコーチもね、リバウンドのことについて言及してましたけど、あ、素晴らしいですね。いいアタックでした。ダーラムが運んでフィリピン。おお、ケベアルマ手が伸びました。中に入れさせる前にあえてカットしたいところありますね。そして杉本です。打って決めました。またここもセカンドチャンス。ここは小ディフェンス見せましたが、そこを割ってブロックしてきました。ケベアルマ届きましたね今、うん、非常にいいプレーだと思います。杉本オープンで打ちましたが、オフェンスリバウンド、クロフォードです。いや、いいですね。素晴らしいですね。新潟がリバウンドを確保して、そしてケベアルマ、今日はスリーを打つ機会が多くなっています。そして決めました。ここは新潟はね、このアルマ選手のアウトサイドショット、ここにこうアドバンテージを生み出すんだろうなという印象がきますよね。また取りましたね。非常にこう素晴らしいなと思いますよね、はいはい、これでリズムに乗れるんじゃないでしょうかね。インサイド、松脇からクーリーです。おー、ブロック。そのクロフォードはスリーを打つこともできます。いいディフェンスにも拍手が起こる沖縄アリーナ。ロスコアリンに松脇がつきます。そしてクロフォード、あ、うまいですね。ディフェンスに変化、あの時間で変えてきましたね。はい、杉本です。あ、よく見ましたね。次のポジションどうするかですよね。さあ、このプレーが切れるとオフィシャルタイムアウトになります。ケベアルマ背負って右手決めました。さあ、ケベアルマ、田代のディフェンス、ショットクロック残り少ない。おー、決めた、はい、またここもアルマ選手ですよ。リバウンド確保して、そして早い展開でケベアルマ、うわ、決めた。バスケットカウント。ワシントンから松脇のスリー、リバウンド今村叩き落としましたが、遠藤のスピード、遠藤です。反応しましたね。前半は2得点に終わったロスコアレン。そして右のコーナーから遠藤、スピードがあります。遠藤また割って入ってきました。ゾーンディフェンスを敷いてきました。 2-3 ゾーンです、新潟。いいですね、成功しましたね、うん、しっかりと確保しています。さあ、ここは早い展開か。杉本のスリー、マンツーマンにまた戻っているようです。おお、後ろからスティールしました。いい、ね、木村のスティール、チェックに行っていました。さあ、クロフォード、オスタフで行きか、バウンスパス、渋田カットインです。そうですね。外を探す、ロスコアレンのスリーです。いいですね。今ね、アルバ選手が、新潟はロスコアレン、クロフォード、遠藤、木村、そして渋田です。このポストアップは今日かなり効果的だったんですが、ここは守りました。そしてダンカンにクーリーです。外で松脇もらう、松脇から手を投げました、はい、木村です。ロスコアレン、今度はクーリーマッチアップ、スピードのミスマッチ生かしていきました。こういう拍手が起きます。遠藤のスリー、こぼれたがロスコアレン、はい、いいね、嗅覚です。おー、ここはオフェンスリバウンドです。杉本、杉本です。おー、決めた。ロスコアレン、相手を少し下げさせました。今度は木村、またペイントタッチからケベアルマ、スリーポイント決めました。平岡ヘッドコーチも立ち上がってはいます。遠藤前、うまいですね。奥行きを作りました、はい。ハイローパスが通った。クーリー、池田も絡んでくる。クーリーです。ブロックしましたか、クロフォード。はい、まあ、いろいろなことも試しながらでしょうか。ロスコアレン、ロスコアレン、リバウンド、クロフォードです。新潟にもセカンドチャンスポイント。